モデルプレスイコール2023年11月8日女優の小池栄子が主演を務める水曜ドラマ「こたつがない家」毎週水曜夜10時の第4話が8日に放送される小池栄子主演「こたつがない家」本作は小池が会社社長兼カリスマウェディングプランナーでありながら夫息子父という3人のダメを養うヒロイン 深堀まりえを演じる。彼女に頼めば離婚しない、という伝説のカリスマウェディングプランナーにして会社社長。仕事はバリバリのまりえだが、家には廃業寸前の売れない漫画家の夫。優作、吉岡秀隆、アイドルを夢見るもオーディションで脱落し、進路に迷う息子。純喜、佐久間隆と、ハイハイジェッツさらに、熟年離婚で一人になった父親、達夫、小林薫。 も引き取り、三人のダメ男を養う羽目に。よくもまあ毎日トラブルを起こせるもんだ、と三人のダメ男たちとの日々にてんやわんやしながら、時にはそのぬくもりに涙しそうになりながら、新しい家族の形を探していく、笑って泣ける、ネオホームコメディーとなっている。こたつがない家、第四はあらすじ。息子の純喜が指定校推薦の面接で、わざと挑発的な態度をとって不合格となった。 マリエは、皆が揃った食卓で純金を問い詰めるが、自分を偽って面接官に嘘つけってこと。と、開き直られてしまう。浪人させるお金はうちにないからと説明すると、金ならあるよ、と言い出す純金。そして、お金がなくてこの家にいるはずの父、達夫の通帳に700万円の貯金があるのを目撃したという。騒然となる深掘り方が夫作の携帯電話が